まだまだ今入れた立功28まだまだ立功28です今日もよろしくお願いしますんと今日はえー、っとなんだっけあえー、っと今後のことについてパパと話し合ってみたいと思いますあれ俺これ見てないよな多分これ見てない <laughs> 多分見てない初見だと思うんだけどいきなりやばかったね空気こいつの下打ち初めて聞いたかもしれない。 やばかわ、ね、こいつ、あれなに、怒りの感情とかあんだねああ。何も考えてないかと思ってたけど。やば顔がもうガチだもん、これ。これやばいわ、こいつ。多分なんかね、なんかのコメントで、その今後についてっていう動画のその1が神回みたいなの聞いたんだけど、これ確かにね、れあの、なんかね、100万再生とかされてるの、<laughs> 異常な再生回数なのこれ。100万、100万ミリオンヒットなんで、ちょっと期待して、 見ようと思いますパパー俺はね受ける大学がね今ね四つくらい候補があるんだけど聞いてるそれよりもまずセンター試験の結果を言いなさい先にセンター試験の結果はえー、っとね日本史 A が四十点現代社会が四十。それ前に何,何分の何 <laughs> ちゃんと細かいこと言う何点中の何点って言いなさい。日本史が100分の40点現代社会が100分の41点国語が200分の68。<laughs> ちょっと待って200分の 68? 八？嘘やろ。<laughs> あのセンター試験のさ 国語って確か、現代文、漢文、古文の3つ構成、3構成で、現代文だけで100点なんですよ。で、古文、漢文で50、50。<laughs> 嘘やろ。<laughs> 下手したら、現代文だけで68以上取るぜ。普通。<laughs> もう、こい趣味読書なんだろ本めっちゃ読むらしいんですよ、この人。 で、なんか、こいつがね、書いたね、なんかあの、大、慶応の通信に出した時の、なんか、小論文みたいな課題、見たら、クッソ文章の構成がね、あの、知、ちち的、ち的、知的なね、なんか、やべえ、俺もなんか、なんか、こいつみたいにやばや,やばい、やばくなってきた。脳がなんか、おかしくなってきてる。リックに犯されてるわ、脳が。ろれつま、回ってないわ、やばいわ。ウイルスに感染したわ。 すげえ知的なね文章を書いてたんですよだから文章力というか国語が一番できそうなのに 3, 3割5分ってこと <laughs> あとおばちゃんクソぶし切れてんねこれやばいわ空気もう痛い見てるだけで痛い、うん、英語が200分の27点うん リスニングが50分の16点。うん、ちょっと待って、あの、なんでさ、英語のさ、英語よりもリスニングの方が点数率高いえ ?200 分の27点つった ?1 割 <laughs> ?1、一割5分くらいで、リスニングはこれ3割くらい取れてるわけだよね。意味わかんないな、こいつのなんか、得点配分。え、これ、 何か,か決めてる何かやってるこの人。えな、どういうこと考察。ワンピースより考察の、あれあるよ。謎が多すぎる。うん。数 1A が100分の25、数 2B が100分の17、生物が100分の23、物理が100分の5。<laughs> 合計268点。 そう通信ね。どう。<日>はい。マシマシ。あ切れた。もう一回ねつなげ <laughs>、ま。おおおばちゃんが言うこともあるから。<laughs> うん、私だけど。<laughs> ああ、ね。去 <laughs> 年頑張った。けど、私だけど。<laughs> 全く乗れなかったのに去年と同じで。あ <laughs> 去年より悪いかもしれん。<laughs> こんだけ伸びないのもね、珍しいな、はっきり。そっか、一浪してんだね、たぶんこれ。それでそ、それをやると、まだそれがね、入るのはもう大変だけども、出るのが大変ないよ、4年くらいかかるから。4年で出れば大したもんだけど、そして出たら、<laughs> 出れば。違う <laughs> にかがわるんだったら。<laughs> 手で食ってた、少なくて。<laughs> て飯食える決まってるじゃん。文系の大学の通信なんだ。文系のね。やば,こここやばい、ここ、やばい。ここ,こ。ここ。くっそ痛い。ね、いいよ。やばいやばいちょっとなんか。なんつうの、親同士の喧嘩を見てる気分、ななんか。 わかる親、親同士の喧嘩ってさ、すげえ、ストレスじゃん。それを見,見,見たり聞いてるの。わか、わかんない。なんか別にこいつら、全く、俺らと全く無関係の家庭なのに、めちゃくちゃなんか、痛いんだけど、心が。でなんならあの、自分の親同士の喧嘩見るより、きついこ、何これ。なにこれ。共、共感性周知じゃないけどさ、共、共感性、ストレスみたいな、なんか、やばいんだけど、なん、 何この顔価値じゃん。え <laughs> てか、てか、俺気取つ気になったのがさ、おばちゃんってさ、このリッコのおばちゃんなわけじゃん、親戚なわけじゃん、ア,アントでしょおばちゃんっていうのは、おそらくだけど、こいつの父親の兄弟だよね。こ,のこいつの母親の兄弟じゃなくて、父親の要は妹か、 姉貴ってことだよね。多分そうだよね。私だけどで、その、通じるってことは、そういうことなんだよね。まあ、そりゃそうだよね。なんか、リッコさんって、離婚されてるのかな両親が。で、のどうなんだわかんないけどね。ちょっと失礼だったら申し訳ないんだけど。で、今、おばちゃんと関わってるってことは、その、なん、なんうかな。多分お母さんとはもう関わってないんだよな。おそらくだけど、リッコ自身は。ってことは、父方の、お父さん、 の家系としか多分関わってないと思われるからおばちゃんはお父さんの兄弟だよねおそらくわかんないけどそこら辺もちょっとね複雑だよなそれでもつまらない授業を受けて大卒資格が取れないよりも面白い授業を受けて大卒資格が取れる方がいい何こいつ何こいつ声張り上げてさねえ確かにあの言ってることはさまあ なんか、なんか、もっともらしいこと言ってんだけど、なんか、ちょっとね、な、なに、なにこの人何声張り上げて、なんか、名、名シーンみたいな、エースしてるのこの人なるなるとみたいな感じで。うん、俺は一生バカでいいみたいな。<laughs> 完全に、完全に、覚悟決めてんね、この顔。 完全に主人公だわこいつ主人公ポジだなでも大卒資格が取れるんよ卒業できたらできるよ面白かったらオラはね面白いことのためなら頑張れるんよそれは確かに伸びなかったよそれ時間が足りないっていうのもあるけどお願い パパいいよでもお願いだよパパちゃんとね基礎事項の授業だってあるんよ授業料4年で280万4年だよ <laughs> でも国立受けるよりはちょっと高いぐらいだよ本当だよだからお願いだっていやここに パパ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 じゃねえや愛知<地>お金出さないじゃんじゃ学校諦めるかいや説得する<わ>だっていいあれだよ、あのー、だってさお金大学行くよりここ行った方が強いよ当たり前じゃんおばちゃんってそう思うよなんだよ強いってだからもうだったらいいそんな人のせいにするんだいいよはっきり言ちょっと待って今今カット入った今カット入った おそらく多分、あのー、放送では流せないレベルの出現をしたんだな、こいつが、おそらくそ。人のせいにするんじゃないよっていうおばちゃんの発言から見るに。相当なことを言ったはずだな、今。ただ、別にもうここに流してる映像の時点で、流せないけどね、普通の、<laughs> 普通の感性だったら、すべてもう流せないけどね。<laughs> カット入ったね、今。<laughs> だから強いってなんだよな,なんかポケモンみたいな感覚で大学選ばないでほしいで。ちゃんとしたことを理解するのを言うしかないでしょ、何回も何回も。100回かければいいだろ、そ分のこと。ウソだろ。クソねえわけだろ。今までのあれは悪いんだからしょうがないじゃん。 出たっ,っていいじゃんなんで兄ちゃん好きな大学行かせてくことができたのにオラにはダメなわけそれを言えばいいじゃんおばちゃんになってあの電話するとさおばちゃんの中にかけるとプチプチって切るんだよ出ねえじゃんくそ<ソ> <laughs> 行かじせないって言えばそれ聞いたもんね。四年で二百八十万って安い方じゃん 諦ふざけんなよ <laughs>。このエンディングに毎回入るタイミングが意味不明なんだよな <laughs>。あと、このなんつうの、ね、エンドロールじゃないけどさ、結構これ,これ天才だと思うんだよね、このテロップみたいな。 おばちゃんが考えてるんでしょ、これ。編集おばちゃんだから。これね <laughs>。天才だよ、本当に。二人とも。だから嫌なんだよ、あのハゲに知られるの。この YouTube のことアってどうせブチ切れるんだから。うん、知ったら。 これがあの例の噛み替えなわけだね。103万再生だもんな。<laughs> 冷静に考えたら異常だよね。ただのなんつうの。ただの、ただの、ただのではないけど、ただの家族がさ、<laughs> ただ喋ってるだけの5分間の動画でさ、100万再生ってやばいぜ。<laughs> いやーちょっと、 これ初めて見たけど、俺最初見て、あの、これ最初見たんだよな、俺。<laughs> 最初っつか、この、前の、一個前の動画でこれを見たんだよな。今後について2だっけな。いや、配信外に見たらわかんないけど。これ、これじゃなくて、この1の方が面白いよ、みたいなのをさ、コメントを教えてもらって、いざ見たら、いや、これは神回だわな。一番面白かった、多分。<laughs> リッコの動画で。まだ、まあ、全部まだ見れてないけど。 いや、これ面白いなこいつ、こんな感情的になんだね。まあ、感情的だけど、いつも。うん。あ、なんつうのかな。こんな切れるんだね、こいつ。てうか、なんかすげえ、なんつうのかな。ハキハキ喋るし、声めっちゃ通るし、ちゃんとなんつうのかな。自分の感情さ、こう、表現できるじゃん。これなんつうの、ガチでやばいやつってこんななんつうのかな。 人間らしいさ、振る舞いしないじゃん。まあ、勝手な印象だけど。でも、すごいなんか人間らしさが見えたの、リッコの。まあ、人間だけど、うん。人間だけどね。でも、今まではなんか、こう、なんつうの、なんか地球外生命体みたいな、こう、なんかミステリアスな意味不明さが俺の中にはあったんだけど、なんか今日でちょっと印象変わったね。あなんか、なんつうの、よくあれとまでは言わないけど、こう、 家族の喧嘩親子の喧嘩みたいな。まあ、おばちゃんとだけど。うん、まあおと、お父さんともね、レ話マてシュだけどさ、こうなんつうのあ、なんか、うん。なんか、こう、ね、年相応の、ね、子供らしさじゃないけどこ、子供っていう年齢じゃないかもしれない。これ、一郎後だから、二十歳近いでしょ。19か二十歳くらいでしょ。<laughs> 小学生に見えるんだけど、俺。スラミに。 面だけ見るとそうこいつお怒れるんだって怒りの感じあったんだねっていう、うん、いつもヘラヘラしてあのなんか意味不明なあのクソみたいな、ね、こと言ってるだけかと思ってたからへえ面白いなてかおばちゃんもあんなに怒るんだね俺お,ばちゃんがお,おばちゃんっていつもなんかこうなんつうのかなあのちょっとなんつうの ね、嫌みったらしいさ、ね、口調でさ、ちょっとこうなんか車に構えたみたいなちょ、ちょっと上からさ、ちょっとあのー、冷たい感じでさ、立候に対してさ、接するみたいな、それが面白いんだけど、そんな感じの印象だったから、こんなに二人がね、感情をね、剥き出しにしてね、あのー、ガチで、あのー、ぶつかり合うみたいな、もうまあ、いいことなんじゃないですかね。やっぱ、家族といえどさ、 こう、本当にね、大事なね、時には、こう、お互い、腹割ってね、うん、話さないとね、いけないと思うし。うん。ただ、あのー、リッコさんのね、あのー、4年で280万だよ安いもんでしょみたいなのはね <laughs>、<laughs> <laughs> いや、今日も見れたね。リッコのね、 崩さっていたらちょっと失礼かもしれないけど、ああ、リッコの、これぞリッコっていう、あリッコ節が見れましたね。いやーこ,れこれ、これ2年前か、今何してんだ、こいつ。ねなんか手に職つけなあかん,あかんだで、みたいなさ、話してたけどさ、手,手に職、こいつ、 が手に職つけるなら、俺はもう YouTuber とかなんかそういう配信者とかさ、そっちの世界、まあ無責任に,すに進められないけど、逆に言うと、この人、何やるつもりなのっていうのは思うんだよな。わかんないよ。本当に、無責任なこと言えないから、YouTuber とか配信者なんて地獄だからさ、正直。本当、ね、トップの人以外はさ、結構もうしんどい世界だから、無責任に、 ユーチューバーで食ってけようとか、ユーチューバーやれよとは言えないけど、な、<laughs> 手に食、<laughs> 手に食って言うんだったらもうまさにこうね、まあ、最近はもうちょっと、まあ、俺もそうだけど数字落ちてきてさ、最近の勢いはちょっと微妙かもしれないけど、でも、他のことやるくらいだったら、うんまあでも、そっか、別にその本業、なんかその仕事つきながら、 片手間に副業というか、たまーに YouTube で動画上げるみたいな、そういう感じでもいいのかなうん。ガチで本腰入れて YouTube こいつがやったら、ちょっとどうなるかわからないしね。<laughs> でも、まあ、確かに、おば、おばちゃんありきなところはあるしな。その、共依存だからな、おばちゃんとリッコは。どっちかが欠けてもダメだからな。おばちゃん一人で動画撮るわけにもいかないし、リッコが一人でやるにしても、編集とか、 今、おばちゃんに任せてるってことは、まあ、本人がね、ね編集やるっていうわけでもなさそうだし、共依存体質だからな、この二人は。うん、難しいけど、でも、相当面白いと思うんですけどね、この人たちね。うん、むずいのかな。うん、毎日動画、毎日というか、その、もっとこう、頻繁に動画を、 あげない理由ってのはちょっとわかんないですけど、何なんだろうね。大学がそんな忙しいんかね通信でしょサイバー大学だっけサイバー大学って通信制に通ってるんだよねおそらく今。何年生かわかんないけど。そんなに忙しいかねっていう。このスタイルだったら、あ、でも編集が追いつかないのかなおばちゃんの。もうおばちゃん、やっぱね、もう大変だろうし。歳もあれだ、60代とかなんですよね確かね。結構もう、 しんどいんかなうん。おばちゃんも働いてるかもしれないしね、もしかしたら。うん、どうなんでしょうかねちょっと。ねえ。こう、リッコがね、もっと爆飲みして、YouTube ドリームを掴むその姿も見てみたいんですけどね。うん。う面白いと思うんだけどな。ガチで、なんつうのかな。うん。あの、霧崎英二とかさ、いたじゃん。 ま、今もすごい人気だと思うけど、そのなんか家族で、こう、なんかやばいことやるみたいな、ドッキリじゃないけど、なんか、と、父ちゃんが不倫したみたいな、じいちゃんが死んだみたいなさ、家族ネタですごい人気のいるじゃないですか、霧崎エイジー。あんな感じでさ、あん、あんあれよりもよっぽど面白いと思うけどね、この、この、この一家の、あの、<laughs> やりとりの方が。うマジで笑えるもん。うん。結構。 <laughs> ちょっとリッコさんはね、自分の才能に気づいた方がいいよ、うんうん。好きなことだったら頑張れるんよって言ってたけど、ってことは YouTube は大して好きじゃないんかねこんな投稿頻度少ないってことだ。つまりはそういうことなのかな。ここであれだね、あの、おばちゃん黒幕説が有,有力になってくるんだよね。もしこいつが YouTube めっちゃ好きなんだったら、 めっちゃ投稿するはずじゃないその理論で言うならリッコの。けど、このクソみたいな投稿頻度ってことは、やっぱりおばちゃんが一枚絡んでるんですかねそもそも編集をおばちゃんがやってたって時点で、まあ謎ではあるよね、確かに。うん、<laughs> まあ、冷静に考えたら、 な、なに、リビングがなんかにカメラこうやって設置してさ、おばちゃんかなんかがポチってさ、録画ボタンを押してさ、こうやって後ろでじー,、うん、ーってこうやって待ってるわけでしょ。ょその風景見てみたい、俺。ちょっと、リッコのさ、突撃 YouTuber の部屋みたいな企画で、突撃リッコの部屋みたいな、突撃隣の番号飯みたいな感じで、こいつん家行ってみたいね。ちょっと、すべてをね、解剖したいね。 この,一家のいやちょっとまたね、まだまだ見てない動画山ほどあるんで、まあ、基本的に上から見ていくことになるかな、あの人気の動画、再生数が多い動画から見ていくことになると思うけど、まあ、名作、立個名作神、神会実況、初見実況、まあ、ちょいちょいやります。で、まあ、最新話が更新されたらね、あの、 まあ全部とは言わないけど、まあ、できるだけ面白そうな回だったらまた初見実況やろうと思います。ありがとうございました。